はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、老後2000万円問題というものが先年ありましたけども、こちらについてね、ロスジェネ世代の現実に照らし合わせて、速稼塾式にその問題点と最後はね、解決方法までお話ししていこうかと思います。よろしくお願いします。全部でシートは12枚です。それでは2枚目いってみましょう。はい、現在私たちの置かれている日本では平均年齢というものがこのように算出されております。厚生労働省の最新版の情報発表によると、男性が 81.64 歳、女性が 87.74 歳ですね。例えばね、7040問題ってあるでしょ。7040問題、つまり40代の私たち男性女性から見ると、もうね、お父さんお母さんはあと10年生きてくれるかどうかわからないっていうところまで来てるんですよ。そして8050問題を抱えてらっしゃる50代の方、おそらく半数ぐらいがもうお父さんかお母さんのいずれかを亡くされてると思うんですよね。つまり私たちには時間がないわけですよ。お父さんお母さんにもいつまでも頼ってられないですしね。どちらかというとお父さんお母さんを支えていかなければならない、そんな時代が来ている。それが40代であり50代だったんですけども、残念ながらね、ロストジェネレーションと言われて、私も同じですけども、20代で社会に出るときに世の中の体制が大きく変わっていくことと、私たちロスジェネ世代に対してはものすごくね、冷たい時間が始まったんですよ。その中で今まで通り、それまで通り社会に順応した人は半分ぐらいしかいなかったんですよね。つまりは確実に2人に1人は世の中の推移と自分たちの暮らし、これがですね、乖離していて、つまりは落ちこぼれてしまったということになります。正社員になるもの、なれなかったもの、これが一つの大きな転機だったと思いますけども、一旦正社員を逃すとですね、それから10年、20年、そしてもうすぐ30年が来ようとしている人もいるんじゃないですか。正社員に一度もなれずにここまで来ちゃったという方も少なくないんですよね。で、同時にですね、正社員になっても心の病、パワハラ、まあ、無理なね、ノルマの押し付け、人間関係、こういったものによって、もう生ける屍のようにね、出社するのが苦痛だと。仕事そのものよりも、それ以外の重圧に、もう耐えられない。運よく出世しても、今度はね、中間管理職、上司からの圧力、会社としての立場、部下や後輩に対するポジション、こういったものに悩み続けることになるんですよね。ですんでね、とてもじゃないけども、結婚して家庭を作ろうなんて余裕がないよっていうふうな形で男女とも来ちゃったんじゃないかなと。10代の頃に思い描いていたような40代、50代とはほど遠い、そんな時代だったんではないかなと思うんですよ。でも私たちは時間を巻き戻すことも人生をやり直すこともできません。今50歳になっちゃった方はそのまんま残りの30年を生きていかなければなりませんし、できなかったこと、やれなかったこと、これが誰のせいなのかは別にして、自己責任論という方もいらっしゃいますし、社会の情勢が悪かったってこともあるけども、でも全てのことってのはもうね、ここで終わってしまうわけではなくて、続いていくんですよね。今までの自分の人生の延長をこれからも戦わなくてはいけないってことになります。結構ね、シビアなんですよね。その中で今度はね、これからの人生を生きていくために課題が山積になってるわけですよ。今までのこともまだ取り返せてないところに、これからのことがずしっと重くのしかかる、その一つが老後2000万円問題ということになります。はい。まあ老後というね、定義はいろいろあるんですけども、だいたい定年退職の年齢からあと寿命が尽きるまでというふうに考えていってもいいんじゃないかなと思います。これをもうちょっと具体的にね、話を進めようかと思いますので、ちょっと聞いてください。まずね、定年退職っていうのがどのぐらいの年齢なのかってことは今ね、ちょっと曖昧なんですよ。私が10代の頃は55歳定年退職というものがありました。今はだいたい60歳らしいんですけども、再雇用制度っていうのがあってね、65歳までは結構みんなそのまま働くんですよね。ただまあ待遇は悪くなりますよ。
ということなんで、二つの説があって、労働者の定年は60歳なんだけども、再雇用制度でもう一回働くチャンスを得た人は65歳まで同じ勤め口にいるそうなんですよ。そうでない場合は再就職というね、形になります。ハローワークに行ったり、知り合いのところに働きに行ったり、様々あると思いますけども、ちょっと苦労するみたいです。この再就職に、まあ、あんまりうまくいかない方も多いということで、ちょっと辛いね、60代が、60代後半が待っているというふうに私たちも覚悟しなければなりません。ここにちょっと書いてますけども、改正後の高年齢者雇用安定法では、改正前に事業主が義務付けられた雇用確保義務に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するために次のいずれかの措置を講ずる努力義務が課されることになりました。何を言ってるかよくわかりませんよね。この段階でもう私たちも頭が痛くなっちゃうわけですよ。いや、こういうことはね、やっぱりこう、中学や高校の社会の時間に解決させておいてくれってことですよね。まあ、一言で言うと、60歳とか65歳っていうね、定年退職の説がありましたけども、これを70歳までちょっと働いてもらおうかっていう形なんですよ。でもですね、この70歳まで継続的に事業に従事できる制度の導入したところで、70歳までの就業機会が保障されたわけじゃないんですよ。ね。それこそ、会社に必要な役員ですとか、大幹部になった人はこの年齢まで働いてもらおうということなんですけども、一般の労働者としてここまで抱えておくことはないよってことなんでしょうね。つまりですね、出世してない人には定年退職っていうのは本当にね、安定の年齢水準ではないんですよ。それまでに早期退職っていうのはどんどんね、首を切られちゃいますんでね。次行きましょうか。はい。じゃあ、老後の生活費にちょっと話題を変えていこうかと思います。大体ですね、先ほどいつまで働けるのかどうか結構曖昧になっちゃいましたけども、すいませんけどもこれ65歳っていうふうに仮定させてください。ね。で、老後の定義っていうのは、この65歳、勤務終了後から平均年齢が尽きるまで、ここでは平均年齢男女を一緒にしている85歳って設定させてもらいます。この20年、65歳から85歳までの20年を老後というふうに今回は定義させてもらいます。この定義、皆さんの思っている老後の定義とそんなに狂いはないと思います。つまり、老後2000万円問題、老後の生活費っていうのは、人生で最も最高齢、最後の20年のこと。つまりは、あんまり有利じゃない、体力的にも衰えてね、意欲的にも衰えている、人生最後の20年を老後の生活と呼ぶようにしときましょう。次行きましょうか。具体的に数字出しますよ。5枚目のシート。老後は果たして2000万円必要なんでしょうか、うん、どうなんですかね。年間必要生活費は、老後2000万円問題だとすると、こう年間でね、200万円。まあそうですね、65歳過ぎて、1年間で200万円で生活すると考えてください。月に16万です。ここに、家賃や光熱費や、まあ、いろんな交際費ですとか、スマホの代金とかも入ってくるということです。食費もそうですけどね。どうですかね、16万で暮らしていくこと。医療費もここに重なってくるわけですよ。どうでしょうか。はい。まあ、200万円で切り詰めたとしても、10年で2000万円かかります。20年で4000万です。あれ?と思いませんか ?65 歳から85歳までって、確か20年でしたよね。老後2000万円問題って、20年で4000万いるじゃないかってことなんですよ。しかも切り詰めた200万円の暮らしですよ。入院するとこれにプラスアルファですからね。ちょっと人付き合いが、入れば、趣味の時間を作れば、これにプラスアルファですよ。いかがでしょうか?切り詰めた生活、何の変化もない単調な暮らしを送っていて、200万円年間で使います。そこには、大きな商品の購入もないですし、なんか新しいね、暮らしへの再投資とかもないわけですよ。本当に生きてるだけ。これを20年暮らすのにも4000万かかるんですよ。まあ、いろんな言い方ありますけども、この、ただ生きてるだけの20年間に4000万かかるわけですよ。さあ、そうするとね、こんな問題がやってきます。さあ、65歳までに4000万円貯金が必要だってことですよ。
しかも65歳までの生活費はこの他に使ってですよ。ね、こんな大金、一体どうやって稼げばいいんでしょうか。7万円目のシートに移行します。はい。例えばね、3つのケースを紹介します。まずは、45歳の方の場合、ロスジェネ世代の、そうですね、最後ぐらいじゃないですか、これが。45歳の方の場合、年収300万円が平均的な年収だと思います。そして、目標預金額は、45歳なら65歳ですから、20年後までに4000万円貯めなければなりません。どうですか？20年後までに4000万貯めようって計画している人います？もしかして、20年後までに4000万貯めるどころか、家のローン返さないとなって考えているのが精一杯のところじゃないですか。はい。じゃあね、20年後までに4000万貯めようと思ったら、年間で200万円の貯金が必要なんですよ。年間200万ですから、3年間、今日から過ぎたら600万貯金ができている。そんな目算が立っているかっていうことなんですよ。で、年収300万でしたら、切り詰めた生活を年間で200万使って暮らすとしてもね、老後と同じ200万ですよ。生活費、それ引くと100万しか残んないんですよ。とてもじゃないけど、やってられないですよね。だからね、平均年収300万の45歳の方が、20年後までに4000万貯めようと思ったら、プラスで年収200万必要なんですよ。ね。もしくは今、この時点で年収が500万なら、切り詰めた暮らしを送ることによって、20年後までに4000万貯めることは可能ですよ。さあ、もうちょっと非現実的になってきましたね。さらに非現実的な年代があります。10年後。現在55歳の場合、現在55歳で年収300万円を過ごしていらっしゃる方、ね、55歳、ロスジェネ世代の多分入り口ぐらいだったんじゃないですか。さあ、目標預金額は10年後までに4000万です。つまり年間で400万貯金しなければなりません。今年収300万なら、どうでしょうか。100万円足りないんですよ。だから、プラスで年収500万。ね。いかなければ、年間400万の貯金できませんよ。10年で4000万の貯金できませんよ。これ、つかめます？このギャップが。今、年収800万の方が、10年かけてやっと貯まるのが4000万ですよ。ね。だから、年収800万って、全然金持ちじゃないんですよ。むしろ、切り詰めているレベルです。年収800万もね。年収1000万でも似たようなもんですからね。だから、55歳で現在年収1000万っていうと、そこそこ勝ち組だなっていう風な部類に、平均分布では見えますけども、現実ではですね、もうそんなことはないわけですよ。確かに、ロスジェネ世代、私たちが10代、20代の頃は、年収1000万って言ったらもうね、安全圏だったんですよ。でも、この低成長の時代に、このデフレの時代に、年収1000万は、可処分所得にして、年収5、600万の人と何ら変わらないっていう現実になっちゃったんですよね。困ったもんですね。はい。じゃあシートはもう1枚あります。はい。じゃあ今65歳の人どうすればいいのってことです。65歳の人は結論、働き続けるしかありません。65歳以降もです。ね、今65歳だとしたら、これから70になろうが、75になろうが、なんとか就職先を見つけて働かなくてはいけません。そして、今65歳で年収2000万円、年間、老後資金2000万円に悩んでるってことは、多分、年収は200万円ぐらいになっちゃったんですかね。多分ね、65歳で年収300万っていうのは、あんまりないんですよ。ね、年収200万円ぐらいで、なんとか働かせてもらえるところにいるっていう感じじゃないかなと思います。やっぱりとてもじゃないけど、全盛期みたいな給料ではないと思うんですよね。逆に65歳で年収が200万以上の人っていうのは、多分、なんか重要なポストにいて、年収それこそね、600万、700万とか1000万の部類に入っちゃってるんじゃないかなと思いますね。はい。さあ、65歳の場合、4000万の貯金が今いるんですよ。今日いるんですよ。年内すぐに4000万いるんですよ。いや、でもね、すぐに4000万、なかなかないですよね。いや、貯金が1000万ないかもしれないです。100万円もないかもしれないです。働き続けて、一体どうなるんだろうかと。
将来は将来はって言うけど、おい、今が将来だよって話になっちゃいますよね。さあ、45歳、55歳、65歳の3つのケースを今回紹介してきましたけども、重なる部分があったんじゃないですか。でも絶望には至りません。打つ手はまだあります。すべての年代に対してです。はい、解決策です。まあ第一歩はね、今すぐにでもう小さなビジネスをすることなんですよ。小さなビジネス、これから何を始めればいいんだ。飲食店をやろうとか言って話じゃありません。この4つの条件でビジネスを構築していくことがあなたにもできます。初期費用がゼロに近いビジネスをやること。例えば初期費用がね、10万とか20万。まあこんなもんでいいでしょう。かけて30万とかね。このぐらいでもできます。今、いろんなツールが無料に近づいてるんですよ。デジタルツールが。これを使っていけばね、お金なんてかけずにビジネスはスタートできます。お金かけずにビジネスをスタートするってことは、借金を負わずにスタートなんで、リスクは低いでしょ？これが1個目です。逆に言うとですね、初期費用がたくさんかかるやつはもうね、やめてくださいと。諦めてくださいってことなんですよ。そんなのやる必要がありません。2つ目、粗利が高いビジネスです。粗利が高いというとね、どのくらいかっていうと、粗利が 80% 以上のビジネスのことを言います。経費がほとんどかからずに、売上だけを追求していけるビジネス。それをやりましょうっていうのが二つ目のポイントになってきます。まあ初期費用がゼロに近くできますんで、継続して経費をかける必要がないっていうのは、まあ大体わかると思うんですよ。で、これにこだわっていきましょう。だから突然ね、突発的に資金が必要になりましたみたいなビジネスは最初から選ぶべきではないってことなんですよ。三つ目、在庫マッチです。やっぱり売上を上げようと思うと何らかの在庫が必要なんですけども、じゃあ在庫をね、100仕入れるのか、500仕入れるのか、1000仕入れるのか、これ悩みますよね。だからこれに悩まないビジネスを選んでくださいと。お客さんが1人来ても、1万人来ても、過不足なしに商品が提供できる。そういう風な時代に入ってますんで、それを選んでいきましょうっていうのが3つ目の条件になります。4つ目、継続的に入金があるもの。ね、いかがですか？将来に不安がある状態っていうのはどういうことかっていうと、将来、お金が入ってくるのかどうかわからないっていう状態だと思うんですよ。つまりは将来もお金がコンスタントに毎月入ってるっていう前提があれば、多分将来のお金のことに対して悩まなくなるんじゃないですかね。まあそういったものを選んでいきましょうってことになります。この4つの条件いかがですか？何か思いつくビジネスあります？いや、私はそれをね、お伝えするために今回の12枚のシートを使ってお話してます。じゃあ大詰めになります。11枚目のシートを見ていきましょう。情報ビジネス。そうなんですよ。情報を使ったビジネス。つまりは困った人に対してどういうふうに解決策を提案するのか。これをすることによってですね、先ほどの4つの、まあ、ビジネスっていうのは成り立つわけですよ。もう一回4つの条件言ってますよ。ね。初期費用がゼロに近いです。情報ビジネスは。情報ビジネスは粗利が高いです。情報ビジネスは1人来ても1万人来ても同じ情報1本で全員を満たすことができます。そして情報ビジネスは発信すればそれで情報ビジネス完了しますんで継続的に入金に結びつきます。情報ビジネス。じゃあどうやってね、商品仕入れればいいんですか？仕入れは学習とか体験です。ここに来ると45歳。55歳、65歳という年齢はプラスに作用します。なぜなら、長い人生生きてきて、学習や体験は十分積んでるからですよ。もし、学習や体験が足りないなと思ったら、今からでも学習や体験はできますからね。これね、どんな学習でもどんな体験でも、お金に換える仕入れにすることができるんですよ。それはまた別の機会にお話しますね。二つ目。じゃあそのね、仕入れた商品を陳列しなければなりません。陳列してパン屋さんのショーケースみたいにいろんな商品を見せることができるんですね。それをしなければなりませんけども、それはね、どういうことになるかっていうと、コンテンツを作成するってことです。ね。具体的に言うと、サイトを作る、メルマガを書く、YouTube を作っていくこと。これが陳列になります。ね。だから、YouTube やりましょうってずっと言ってるんですよ。だから、ホームページ作りましょう、メルマガを書きましょうって言ってるんですよ。逆に皆さんは、何かのサイトを
見ない日ってあります？メルマガを読まない日ってあります？ YouTube を見てない日ってあります？つまりそれだけのニーズがあるってことなんですよ。だからこれを受け取る側からお送りする側に行きましょうっていうのが情報ビジネスですからね。で、3つ目、じゃあ商品売るのに集客はどうすればいいんだってことになりますけども、集客ってのは情報発信をすることですね。無料コンテンツを出すことなんですよ。サイト、メルマガ、YouTube、 これでいいじゃないですか。あなたの学習や体験、1番の仕入れですよね。これを2番のコンテンツ作成にすればそれが集客なんですよ。じゃあ4つ目、販売は何かっていうと、有料コンテンツがあることをお知らせすることになります。これもだから情報発信ですよね。だからやることってのは3番と4番、毎日情報発信することが集客であり販売になってくるってことです。そうすると注文がたまに入るようになります。注文が入ったら納品はどうすればいいの？メールで送信ですよ。お金かかります？メールを送ったことありますよね。そう、納品っていうのはメールを送るだけです。コストかからないでしょ。6番目、1から5まででコストがかからない、ほとんどかからないのに、6番目の入金っていうのがあるんですよ。この入金は銀行口座から銀行口座へ直接受け取りです。中間業者は誰もいません。広告の電通とかが入ることはありません。テレビや雑誌に広告料払うこともありません。営業マンを雇うこともありません。直接お金を受け取りますので、粗利が高いでしょ。情報ビジネス、こんな感じになってます。この今回のシートよく覚えておいてください。どっかにメモしておいてください。じゃあ最後の1枚いってみましょう。はい、速稼塾というものを私は運営してます。まさに今までお話してきた老後2000万円問題を解決するための方法として、私は速稼塾という運営だけでそれを成り立たせています。速稼塾では何が学べるかってこと、それを私のこの9年のですね、2013年から始まった速稼塾の9年の実績を用いてお話していきます。まず FX での稼ぎ方、毎日 FX の情報を発信しています。年間で1000万円稼ぐところまで私はお約束できます。2つ目、 YouTube での稼ぎ方、今ご覧いただいているのも YouTube の稼ぎ方です。当然今回のこの動画顔出ししてませんよね。だから顔出ししないっていう、するとかしないとかいう問題はそんなに大きな問題ではありません。 YouTube での稼ぎ方、3年で1億作ることができます。はい、3つ目、アフィリエイトでの稼ぎ方、まあサイト制作をしたりとかメルマガを書いたりとかしてアフィリエイト、広告収入を得る方法ですけども、月収100万円なんてのはこれは誰でも行くところになります。じゃあ次、メルマガでの稼ぎ方ね。メルマガ毎日私書いてます。これも月収100万円になってますね。メルマガなんてのはね、もうインターネットが始まって一番最初にできたコンテンツ提供方法、メールですよ。そのメールをたくさんの方に同時発信することによって売り上げを上げていくのがメルマガです。月収100万円、これも伝統的な稼ぎ方です。そしてですね、昨年あたりから力を入れているのがズームライブです。主にはズームで希望の方と私が対談をすることによって、その方の魅力を引き出して売り上げを作っていくっていう方法になります。これがね、年収で500万円ぐらいを作っております。どうですか、ズームライブ参加して年収500万狙ってみませんか。私のズームライブに参加するのに速稼塾の塾生であるってこと以外に特に制約はありません。ズームライブで対談、セールスが苦手な方大丈夫です。セールスのプロの私が台本を書きます。次、オンラインサロンでの稼ぎ方、まさに速稼塾がそのままオンラインサロンです。その他、岡田斗司夫さんですとかね、有名人で言うと田中敦彦さんとかがオンラインサロンやってますよね。そのレベルには及びませんが、でも1ヶ月で1000万ぐらいはオンラインサロンで稼いでいる実績も私はつけることができます。そしてですね、ビジネスといえばネットワークビジネスというものがありますね。ネットワークビジネスでの稼ぎ方もお伝えすることができます。これも月収100万円程度ならそんなに難しくありません。ネットワークビジネスでね、タイトルを取る必要なんてないんですよ。それこそネットワークビジネスでそこそこご縁ができれば月収100万は遠い話ではないということですね。
で、ここ何年かですけども、暗号通貨での稼ぎ方っていうのもだいぶ出てきましたよね。私の場合、4年間で1億円ぐらい、年間で300万ぐらい。この辺は、出すことができます。昨年も暗号通貨で200万円を超えた売り上げを作ったね。要するに利益を出した、そんな熟成さんがいらっしゃいますけどね。まあ、こんな感じでね、私の場合は、自分が稼げたことを情報発信することによって、熟成さんも稼がせているんですよ。この熟成の稼がせ方、これが速稼塾の最大の商品です。2013年の第1期募集から毎年毎年速稼塾の熟成さんは売り上げを上げて稼いでらっしゃいます。つまり、老後2000万円問題を解決してるってことになるんですよね。もちろん今回分かったと思いますけども、老後2000万円はね、実は4000万円だったってことなんですよ。だから、迷ってる暇はないんですよ。早くチャレンジしていかなければなりません。で、速稼塾に関してですけども、一番上の方にメールアドレス書いてますよね。ここにですね、まあ速稼塾ってものがどんなのものなのか知りたい方は、メールでお問い合わせをいただければ、もっともっと詳しいことをお話しすることができますので、よろしくお願いします。では今回は、速稼塾式の老後2000万円問題についてね、お話をしていきました。ロスジェネの現実と照らし合わせてご勘案いただければと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。